はい、こんにちは。パーカッションの高文です。今回は菊谷ミュージックさんが新しくカホンのブランドを立ち上げたので、ぜひ叩いてみてほしいと言われましたので、叩いていきたいと思います。はい、その名も OK カホンというブランドで、まあ簡単に言うとね、めちゃくちゃ安いカホンです。菊谷さんがなるべくリーズナブルな価格帯でいい楽器を普及させたいというね、まあ素晴らしいコンセプトのもとを、まあ、作ったブランドでございまして、これね、僕がエンドスしている DG というね、スペインのカホンメーカーがあるんですけれども、DG プロデュースで、このバーチ材の座面を DG が選定作って、最終的なこの楽器作りの工程をインドネシアで行うことによって、コストを抑えて、この楽器の価格を思いっきり下げたという楽器らしいんですね。で、大体ですね、店頭価格で1万円前半っていう感じです。まあ、お店によって値段変わるかなと思うんですけれども、1万円台前半というむちゃくちゃ安いカホン。僕は普段使ってるね、DG の都会用だったり、ヤクイっていうのは大体ね、3万円台、ミドルクラスになりますので、まあ、ざっくり言うとミドルクラスの半額以下っていうね、むちゃくちゃ安いカホンでございます。はい。まあ、安いっつってもその音どうなのよというところでございます。みんな気になるかなと思いますので、ちょっとね、感じたまま僕叩いてみますので、まず聞いてみてください。はい、いかがでしょうか。まあ、ものすごい正直なことを言うとですね、僕は値段相応だなと思いました。まあこんなもんかと。で、特にね、この低音、ベース音がベン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 っていう感じがちょっといただけないかなっていうところですよね。まあこういうチープなサウンドが合う音楽もあるっちゃあるんですけれども、まあそれにしても、まあこんなもんかというところです。ただこのままだとね、僕はこの楽器をただディスって終わりで、まあちょっと怒られちゃいますので、仮に僕だったらこの楽器をどういう風に活かすのか、サウンドメイク、音作りをするのかっていうのをお見せしてフォローしたいと思いますので、ここで動画やめずにね、この先もぜひ見てください。どういう風にこの楽器を使っていくのかっていうのをお見せしたいと思います。はい、まずね、この座面自体は全く悪くないんですよ。ただ完全にアタック重視っていうか、もう完全にね、詰まった音になっちゃってますよね。響きがないダッダッダッっていう、このインパクトの音しかないような状態なんで、多分ね、このビスが締めすぎなんですよね。で、全く響かない状態になってますし、この叩く場所によってね、音程感も全然違うから、チューニングもできていないような状態だと思うんですよね。なんでこのビスのチューニングをまずね、調整するだけでもかなり変わると思いますので、やっていきたいと思います。だいたいこのようなね、ビス緩めると、響きが大きくなりますし、締めれば響きは収まりますので、ちょっと詰まった感じになってるなとか、アタックが強すぎる、短すぎるなという場合は、ちょっとずつね、緩めてあげるだけでも響きが豊かになります。はい、いかがですか。今ここね、軽く緩めただけですけど、なるようになりました。で、このね、右側と左側の音程感がちょっと違うんで、これを合わせます。はい、で、問題のベース、ちょっと上緩めたことで響くようになりましたけれども、これも左右で音程がかなり違うなので、ちょっと調整します。またちょっとね、このベンベン感が
消えないので、今度はちょっとこの裏側を見ていきたいと思います。あ、ちなみにですね、このダメウアバーチ材、3プライのバーチ材なんですけども、それ以外のボディの部分はね、 MDF 材っていうね、なんか特殊な材質のようです。限りなく木に近いんだけれども、ちょっとつるっとした質感の MDF 材というもので、これが結構良くてね、はい、まあこれはこれで結構使えるなと。あるいは家であんまり音量出せないなという時に、この側面でね練習したり使えるかなと思います。いっそこのMDF 材で全部カホン作ったら面白いんじゃないかなと思ったりしますけれども、いかがでしょうか。はい、じゃあちょっとね、中を見ていきます。はい、ちょっと見づらくてすいませんけれども、中にですね、弦が2本ずつ2本2本で通っていて、それぞれですね、マジックテープが4箇所止めてある状態になっていると。で、このマジックテープ、好きなところを外したりつけたりすることによって、この弦の響き具合、バズ具合を調整できるといった仕様。限りなくね、DG カホンと同じなんですけども、この仕様は素晴らしいですね。自分で音作りをすることができるといった感じです。で、さっきのね、ベースのベンベンベンっていう感じは、ちょっとね、弦を押さえつけすぎていると思われますので、このマジックテープね、一回全部外してみたいと思います。はい、今これがですね、左右に4つずつマジックテープがついていたものをすべて外した状態です。一回これで叩いてみます。はい、いかがでしょうか。まあさすがにね、ちょっと弦が暴れてるかなっていう感じはあるんだけれども、楽器の鳴り自体はむちゃくちゃ良くなったかなと思います。やっぱね、ダメン自体はね、決して悪いものではないというか、むしろいいダメンなので、まあ本来これぐらい鳴るはずなんですよね。まあ調整次第というところですね。で、せっかくなんで、この左右の弦の張り具合も若干微調整をして、マジックテープをね、2つ貼ってみようかなと思います。はい、とりあえずですね、いろいろ試してみて、まあ、僕なりにね、こういう風にしたらいいんじゃないかっていうサウンドメイクにしてみましたので、聞いてみてください。はい、一応僕の好みで、やるとこんな感じかなっていう感じになりました。どういう風にしたかっていうと、弦のね、テンションをちょっとだけ、強く張りました。元々のデフォルトの張り具合も結構張り目になってたんですけど、さらに上げてピンと張った状態にして、マジックテープをね、1箇所だけにしました。上から 1,2,3,4 って4つついてたんだけれども、2番目だいたいこの辺りね、ついているマジックテープ1箇所だけにして、限りなく自然に、振動するようにしたと。で、特にこのハイの高いね、カッっていう感じが気持ちよくなるようにしました。で、この低音のベンベンベンっていう感じも、まあ、結構抑えられたんじゃないかなと思います。はい、いかがでしょうか。はい、楽器の鳴り自体はですね、やっぱり DG のレギュラーサイズのカホンに比べると控えめかなといったところなんですけれども、逆にね、すごい小さな、スペースで演奏するとか、あんまり音量が出せない環境で演奏する場合ね、逆にこれぐらいの方がいいのかなと思います。あと練習用としてもね、こうフルストロークでバシッと叩くと、レギュラーサイズのカホンだとちょっとね、鳴りすぎちゃう、やかましいっていうことがあるんだけども、これぐらいだったらね、思いっきりぶったたいてもまあまあとどまってくれる、ので結構ね、こう思いっきりぶったたきたい、練習用としてはいいんじゃないかなと思いました。はい、という感じで OK カホンの紹介でした。いかがでしたでしょうか。最初ね、これ届いたまんまの状態で叩いた時はね、うわ
これどうしようかなって、まあ正直思ったんですけれども、チューニング、いろいろね、調整することによってかなりこう、使えるサウンド、気持ちいいサウンドになったんじゃないかなと思います。はい。だから、まあ、要調整なんですけれども、調整することさえできればね、この価格帯1万円、前半で、これぐらいの楽器が手に入るっていうのはね、かなりリーズナブル、お得なのではないかなと思いました。はい。まあ、要はね、その、調整するのが大変なんじゃんって思うかもしれないので、もしね、初心者の方、ビギナーの方で、初めて花本を買うという方はですね、ある程度経験がある方、花本のね、チューニング調整ができる方に、お願いして、調整していただくのがいいかなと思います。あるいはね、お店で頼んでもいいかもしれません。こういう音にしたいんですけどってね、いうふうに。で、ある程度、もうチューニングができる方はね、まあ、これはね、買いだなと。いうところですね。まあ、例えば、どっかね、レッスンの教室に置くですとか、学校の備品にする、スタジオの備品にする、なんかに大量にね、花本を買いたいなんかいうときにね、この、花本なかなかいいんじゃないかなと思います。で、このサイズもね、若干レギュラーサイズよりも小ぶりに作られておりますので、体が小柄な方ですとか、まあ、もしかしたらね、小学生とか、お子様でも十分叩けるサイズかなと思います。ので、レギュラーサイズの花本だとちょっと大きいよと。いう方で、ミニカホンだとちょっと小さすぎるなという方、まあ程よいサイズないかしらと。で、できれば値段手頃でいいカホンないかなという場合にはね、このカホン検討する価値は大いにあるかなと思います。で、最後にですね、この OK カホンというブランド及びメーカーさんへのご提案というかアドバイスなんですけれども、これ素材自体はね、全く悪くない、し、設計もね、全く悪くないと思うんですけれども、最後のこの音の調整、調律だったりチューニングっていうね、工程を全くやっていないのかなと、思えるほどだったので、まあ最後ね、その工場でどういうふうに作ってるのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、なのでその工場にね、最終的にこの音を、判断する、調律する人を置くか、日本に入荷した際にね、最後のこの音の確認をする、チューニングするっていうね、工程だったり人員を設けるとさらに良くなるかなと思いますので検討してみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日は YouTube ライブ使ってパーカッションのワークショップもやってますのでぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。